はい、皆さん毎度毎度。はい、コメント返しね。 CAB さんね、東京に住んでいるのですが、今2000クラウンの、200系クラウンのね 3.5 を検討しています。休みの日しか乗らないのでおすすめしますか。これ難しい質問だね。東京もね、23区の中に住んでんのかね、それともなんだっけ、西東京市だっけ、あっちの方に住んでるかでね、やっぱり全然違うと思うんだよね、道路の交通状況がね。埼玉市からさ、西東京市とかね、なんか練馬区とかね、そっち行ったらやっぱね、リッター6キロ走んないと思うよ。だけど日曜日しか乗らないってことだからね、これは難しいよね。何を買うかね、後悔しない判断をした方がいいよね。だからね、こういう決断するときはね、投資とか、まあなんかなんてもそうなんだけどね、人の意見に左右されちゃうと後で失敗するんだよね。あの時誰かが言ったからそれ信じて買ったら失敗しちゃったよみたいにね。で、日曜日だけしか乗らないけど、年間何キロ乗るかね。年間1万キロぐらい乗るのかな。そんで市街地ばかり買い物車として1万キロ乗ったら、ガソリンが22、3万いくんじゃない ?1 年間で。で、クラウンの2500になるとレギュラーガソリンだからね。で、燃費も7、8走るんじゃねえかな。ちょっと乗ったことないからわかんないけどね。で、レギュラーガソリンで計算すると1万キロ走ると年間、まあ、16万ぐらい、ガソリン代が16万円ぐらい。そうすると差額が、6万円。1ヶ月5000円の違いか、ガソリン代はね。だ、大したことないって言えば大したことないんだよね。あと、税金、5月に来るじゃない、税金、自動車税。あれも1ヶ月に割れば1000円ちょっとの違いなんだよね。で、今ね、通勤バイクにしてるからね、バイクで通勤だって 1.5 キロなんだよ。まあ、そんなんでもね、バイクで通勤してると、帰り道、寄り道しないからね、車だと結構寄り道しちゃったりするけどね、まあ、寄り道しないでサーッと帰っちゃうからね。だから、ガソリン3000円も入れると1ヶ月大体持っちゃうんだよね。100、200キロぐらいしか走んないから、1ヶ月で。まあ、どちらを買うかね、これは悩むよね。まあ、でも人生ね、1回ぐらい3500のね、車乗りたいよね。特にクラウンアスリートはね、315馬力ね、車重が 1.6 トンね。まあ、まあ、スポーツカー並みで0、100キロ、5秒ぐらいだっけ ?4 秒だっけ ?4. 何秒だっけ、鬼のような加速するからね。あと、高速行ってもね、80キロぐらいからね、ちょっとアクセル踏めばね、もう120まで一瞬ね。まあ人生ね、いろんな車乗ってきたけどね、一番安くて速いのがこれクラウンアスリート3500だね。安いってのは中古価格ね、100万だ、ジャスト100万だったの、全部一式で。まあ人生いろんな車買ってきたけどね、この車が一番安い車かな。いろんな車買ってきたけどね、ラルゴの2000なんかも、100何万したかね、106年落ちで買ったらね。20年ぐらい前にね、100万ちょっとしてたからね、それよりもクラウンのが安いからね。まあ、2500も3500も同じだけど、とにかく高級だよ。やっぱり、もう古くなっても高級だね。10年落ちになってるけど、古さは感じないよね。走っててガサツの音はしないね。うちの車に関してはね。初期型のクラウンはなんかきしみが結構出るようなこと言ってたけど、うちの車きしみとかなんか変なガサツの音は一切しないね。一時ね、変な音がするんだよね。それずっと調べてったら、ドアの内張りの中の電線がちょっと共振してるとか、まあそういうのやって、それでもなんか直んないでね、なんかカタ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 言うんでね、それ何かなと思ったらサングラスを入れるのがさ、上についてるんだよ、バックミラーの上に。そこにサングラス入れがあって、そこにメガネ入れておくと、そこのメガネがカタカタ言ってたんでね。だからそれだけだね。で、特に変な音はしないし、いや高級だよね。やっぱり劣化しないね。今の車は劣化しないね。2000年過ぎたあたりから車の劣化って非常に少なくなったよね。2000年前の車っつうのはなんかさ、なんか内装なんかもボロくなりやすいっつうの、素材が悪かったっつうの。まあ2500か買うか3500買うかね。でも3500どうしようかなって悩んだらね、買いだよ、めんどくせえ。まあ悩んだら買って、まあ距離走る人はちょっと厳しいかもね。で、距離走るのも高速ばっかり走ってるんだったらね、結構燃費10キロ以上走るよ。それこそね、80キロで巡航してるとね、リッター12、3キロ走んじゃないの ?15 とか行くかな、ちょっと記憶ないけど。10キロ以上になっちゃうよ。高速だけだったら、80キロぐらいで巡航してるとね。ただ、首都高はどうだかわかんない。あんなゴーストップが多いところだと、やっぱりね、8キロぐらいまで、7キロとか悪くなっちゃうかもね、首都高だとね。まあ、個人的にはね、車が好きな方だったらね、人生に1回ぐらいね、ハイパワーな車を乗った方がいいよね。
うちもだから本当人生最後にね、こういうハイパワーな車欲しいなと思って買ったけどね、いやもうパワー的にはもう十分あり余るパワーが出てるわね。まあこれ以上のパワーは日本の道路状況を考えたらもういらないね。うん、使い道ないね、これ以上のパワーは。そんな感じだね。まあ、2500でも結構ね、乗った人に話聞くと十分早いっていうんだよね。もしね、この車に何かがあってね、次すぐに車買わなきゃなんないと思ったら、2500うちは買う。もう一回乗ったからいいわって感じだね。次はもう絶対2500買う。で、安くって、ハイブリッドだったらハイブリッド買っちゃうかもしれないね。やっぱり燃費はね、いい方が楽だよね。うん、やっぱりクラウンはね、古くなってもやっぱりクラウンだよ。腐ってもクラウン、ガサツな音しないしね。はい、お疲れ様でした。